ヤーンターカーンは、対南部、トラン県の群である。ヤーンターカーンの名称の由来には二つの説がある。一つは、恐れをののくという意味の熟語であるという説である。これは、ヤーンターカーンが年に何度も、洪水を起こし、住民がこれを恐れていたからだとされる。もう一つの説は、ヤーンを南部方言の、鶴植物という意味に捉え、ターカーンを鶴植物の一種の名前とする。 つまり、ターカーンズルという意味だとする説である。この説では、ターカーンズルがかつて川のあぜに追い茂っていた体とする。もともとは、簡単軍の一部であったが、住民の増加に伴い簡単軍ではこの地域がコントロールできなくなった。このため1948年、タムボンヤンターカをタムボンの温房、タムボントゥンカイが簡単軍から分離、タムボンナーチュームヘッドが ムアントラン軍から分離、タムボンナイクワン、タムボンプロンチョーラ系が、パリエン軍から分離して一つの文軍を形成し、名前をヤーンターカーを文軍とし、簡単軍の管轄下に文軍が成立した。1956年、文軍から軍に昇格した。軍の東は山岳地帯になっているのに大西部は平地なっている。また、アンダマン海に面している。 軍内の重要な水源は、パリエン川、ラムチャーン川、ラムディエン川、ピア川、ラムピクン川、トゥンカーイ川である交通は南北に国道404号線が通っており北にトラン、南にパリエン方面につながっている。また北東に4124号線が通っており、ナーヨオン方面とつながっている。軍内の主要な産業は農業である。米のほか、パラゴムの木、 ランブータン、ドリアン、ランサ、マンゴスチンなどである。軍は8のタムボンに分かれ、さらにその階に65の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には8のタムボン養成体がある。ありがとうございます。